まあ、そうですね、今年に入って練習試合解禁になってなかなかホームランが出てなかったんで、まあ、その意識してたわけではないですけど、まあ、やはり今までと比べたら少なかったので、まあ、出たことに関しては素直に嬉しいと思います。まあ、本当に次の試合も間違いなく、厳しい試合になると思いますけど、まあ、自分たちのスタイルをもう変えずにしっかり、東南海にあった今日のような試合が、次もできればなと思います。